マッチングアプリで出会い中してみた。アプリで出会った3人の女性とデートをしてきましたが、ラストはゼミの天使佐々木ちゃん。私はことごとく選択肢を間違えてきてたんですが、今回全部正解して好感度をマックスにしてきました。やることはないし、もう帰ろう。あ、え、なんか怖そう。何、マリア君カツアゲされるの？校門の近くに男女合わせて10人程度の集団が立っている。よく見ると高峰ゼミのメンバーだ。え、こんなチャラそうな子があのトロッコ問題を一緒にやってたのかな。その中には佐々木さんの姿もある。そういえば金曜日はゼミの飲み会があるって言ってたな。あ、そういえばそうだったね。こっちには気づいていないみたいだし、今のうちにさっさと帰って。あれ、マリア君じゃん。気づかれちゃった。最悪だ。よりによって高峰ゼミの中心的な存在である陽気男に見つかってしまった。ちょうどよかった。今一人急に来れなくなったって連絡入ってさ。店に人数変更の電話するのだるいし、代わりにマリア君が参加してよ。どうせ家帰ってもやることないっしょ。あー、捕まっちゃった。いや、その、はい、決定。じゃあみんな店に移動するよ。今怖いなって思ったのが、マリア君だけを誘ってなかったっていうのは間違いとかではなかったってことだよね。今初めて誘ったって感じだったもんな。陽キャ男の一言で高峰ゼミの集団がゾロゾロ歩き出す。ああ、最悪の金曜日だ。母さんにないって連絡しとかなきゃな。地獄の飲み会にならない？憂鬱な気持ちで LINE を打ちながら、俺もその集団の後をついていった。大衆居酒屋わたたみ。わたみ。よし、全員分の飲み物もう来てる。ちょ、鍋さん、まだ始まってもないのに一発芸しなくていいから。早まるなって。あー、大学生の飲み会って感じですね。お調子者の男子学生が突然 T シャツを脱ぎ出し、周りの男女が手を叩きながら爆笑する。俺は何が面白いのか全く分からず、黙って手元のウーロン茶を見つめていた。佐々木ちゃんだってこれ楽しんでないと思うな。みんな飲み物行き渡ったみたいだな。ごほん。皆さん、今日はお忙しい中お集まりいただき。おい、話長えぞ、早く飲ませろ。そうだそうだ。あ、私結構苦手ですね、こういうの。うるせえぞ男ども。それじゃあ皆さん、今日もお疲れ様した。乾杯。乾杯。昨日は女の子たち3人とか4人くらいで食べるんだったらいいんだけどね。その後の飲み会は想像通り地獄だった。あの教授がうざいだとか、誰と誰が付き合ってるとかやったとか、そんなどうでもいい会話が1時間ほど目の前を飛び交っていた。当然俺が入れる話題など一つもない。ただ騒がしい居酒屋の片隅で物言わぬ地蔵と化していた。帰らないのは偉いね。ちらりと佐々木さんの方を見ると、他のゼミ生たちと楽しそうに談笑していた。なんだか彼女が遠い存在のように感じられた。多分佐々木ちゃんは周りに合わせてるだけだと思うよ。行きたくないって言ってたもんね。いや、ここ数日なぜか話す機会が多かったから勘違いしていただけで、彼女はもともとあちら側の人間なのだ。俺とは住む世界が違う。ん、そうかな。おそらく飲み会は2時間ほどで解散となる。残りはあと1時間だ。適当にその辺をブラブラして時間を潰せないだろうか。俺が途中で席を立ったってどうせ誰も気づきはしないだろう。俺はこっそりと席を立ち、廊下に出た。どこか時間を潰せる場所はないだろうか。切ないなあ。げ、あれは、あ、数メートル先の喫煙所でゼミの男連中が数人集まって何やら話していた。見つかったらめんどくさいし引き返そう。四面楚歌だね。後ろに戻っても前に進んでも。そう思って来た道を戻ろうとしたが、不意に耳に飛び込んできた言葉に足が止まった。え、なんかよからぬ話？佐々木ちゃんってさ、地味だけど結構胸でかいよな。それ俺も思ってた。隠れ巨乳マジエロい。他のブスどもに比べたら顔も悪くないし。
男慣れしてなさそうだし、ああいう器用な女は強めに頼めば何でもしてくれそうなところがいいんだよな。対応間違えると後でメンヘラ化してめんどいけど、めちゃめちゃ治安が悪いゼミじゃん。酒も強くなさそうだし、量飲ませればワンチャン持ち帰れるんじゃね。俺んちここから近いし、お持ち帰りされようとしてる。うわ、お前だけいい思いしようなんてずりーぞ。俺らも後からちゃんと呼べよ。まずいまずいまずい、マリア君が救ってあげるしかないよこれは。大変だ、あいつらそんな最低なことを企んでいたなんて。一刻も早く佐々木さんにこのことを知らせなければ。連れ出そう。でも俺が言ったところで彼女は信じてくれるだろうか。そもそも今は飲み会の真っ最中で周りに人がたくさんいるし、どうやって彼女だけにこっそり伝えればいいんだ。 LINE とか交換してないんだっけ。柱の陰で頭を抱えていると、先ほどの男連中がみんながいる個室へ戻っていくのが見えた。まずい、早速行動を起こす気だ。あ、早くしないと。俺は急いで彼らの後を追った。ヒーローになれるかなれないか大事なとこだよ。ちょっとナースたち、今までどこ行ってたの。これ派手女ちゃんかな。悪い悪い、ちょっとタバコ吸いに行ってたんだって。つーか、みんな盛り上がってる。あれ、佐々木ちゃん全然飲んでないじゃん。飽きちゃった。え、突然陽キャ男に囲まれて、佐々木さんは困惑した表情を浮かべる。男は日本酒の瓶を持って彼女の隣に割り込んだ。わあ、もうやめてよ。ほら、遠慮しなくていいから飲んで飲んで。いや、でももう十分飲んだし、私お酒はそこまで強くなくて。そんなノリ悪いこと言っちゃう。みんなも佐々木ちゃんが飲むとこもっと見たいよね。あ、やだわこんなノリ。見たい見たいと周りの男連中が囃し立てる。そのうち誰からともなく飲みコールが始まった。こんなゼミやめた方がいいよ。なんでこんなとこに入ってんだろう。佐々木ちゃんのちょっといいとこ見てみたい。はい、飲んで飲んで飲んで。周りのゼミ生たちも面白がって手拍子を始める。完全に佐々木さんが飲まなくちゃいけないような雰囲気にさせられていた。彼女もそんな空気を察したのだろう。引きつった笑いを浮かべながら日本酒のグラスを持った。日本酒ってめちゃめちゃアルコール度高いんじゃないの。本当にこれでいいんだろうか。マリア君、君が飲んだらダメかな。こんな俺でいいんだろうか。俺はマリア君、男を見せて。佐々木ちゃんの一気まで3、2、1。お、俺が飲みます。かっこいい、えらいえらい。居酒屋わたたみに静寂が訪れる。ゼミ生も追加の注文を聞きに来た店員も、トイレから戻る途中だったサラリーマンも、全員がポカンとして俺を見ていた。やばい、恋の声量を間違えたかも。いいよいいよ、全然いい。かっこいいよ、マリアン君。俺は自分のしでかしたことの重大さに気づいて、血の気が引いた。え、ジョー、何？急にどうしちゃったの、マリア君。ウケるんだけど。このタイミングで大学デビュー。陽キャ男が喋り出したのをきっかけに、他のゼミ生たちも一斉に笑い出す。今度は急激に顔が熱くなった。そんなに飲みたいなら飲んでいいよ。はい、みんな注目。マリア君が今から男気見せてくれるみたいなんで、手拍子をお願いします。これはもう飲むしかないぞ。趣味の悪い飲みコールが始まった。俺はそれに合わせて渡された日本酒のグラスを一気に飲み干す。飲んだ。あんまり強くないよね、多分。味なんてわからない。ただ胃が熱くなって吐き気がこみ上げてきた。お、マリア君にあるじゃん。誰か追加で酒持ってきて。ちょっとやめなよ、男子。マリア君顔真っ赤でトマトみたいになってるじゃん。止めてくれる人は誰もいないね、ここ。平気平気、飲まなきゃ大学生じゃないっしょ。マリア君二十歳超えてなかったよね、そもそも。あ、まだ飲んでる。
飲んでも飲んでも次のグラスが運ばれてくる。倒れちゃうんじゃない？俺の家系は代々酒に弱い体質だった。当然俺も飲むとすぐに顔が真っ赤になって気持ち悪くなってしまうから普段から飲まないようにしてたんだけど、あ、頭がグラグラする。俺は完全にこいつらのおもちゃにされていた。でもそのおかげで佐々木ちゃんがおもちゃにされることはなくなったんじゃない？見下されて笑われていた。惨めで情けなくて悲しくて悔しかった。それでも佐々木さんがこいつらのおもちゃにされるよりずっとマシだと思った。そうだよ、かっこよくなくたって君はヒーローだよ。ダメだ、ぼーっとしてきた。まともに目を開けていられない。意識がだんだん朦朧と。救急車で運ばれるやつかな。俺はそこで意識を手放した。最後に目に映ったのは今にも泣き出しそうな顔でこちらを見る佐々木さんの姿なんだ。ちゃんと見てくれてたんじゃん。じゃあそろそろ一旦お開きにします。二次会はカラオケです。こいつマリアはどうする？完全に潰れてるけど。その辺の道路脇にでも放り出しておけよ。冬じゃないんだし死にはしないだろう。そんなことより佐々木ちゃんはもちろん二次会行くよね。ここで帰るとかしらけること言わないでしょ。佐々木ちゃんどうする？私は。ここはどこだろう。頬にひんやりとした夜風が当たる。本当に夜道に捨てられてる。外？俺はさっきまで居酒屋にいたはずじゃ。かすかなシャンプーの香りが鼻をくすぐる。シャンプーの香り、これはもしや。誰かが俺の顔を覗き込んでいる。佐々木ちゃん、天使にしか見えない。